ははい。い、えー、皆さんこんこにちは、えー、小山隆介です、えー。今日はですね、あのーまあ、この M10R と、えー、こちらですねレンズは 50mm の、えー、アポズミクロンを使って、えー、撮影に行ってきましたまあもともとですね、あのー、あの京都で撮影したんですけれども。 今ですね京都芸術大学の方の博士課程に通っていましてそのですね博士論文の高等諮問があるということで少し早めに京都に行きましてで高等諮問の準備をする傍らはですねちょっと息抜きに町を歩いて、えー、撮影をしてきましたであのー、まあ京都といってもですね本当にいろんな場所があ,のあります当然ですけどね。でえー、ちょうどですね京都の山城あたり を中心に、まあ、そこにですね、まあ、泊まったホテルがありましたのでガーデンホテルというところがあったんですけれども、まあ、ここに泊まりましてでここからですね大体この三条通りというのがあるんですけれども三条通りですねあの結構いいお店とか古い町並みとかですね残っていましてそういったところをこう歩いていってそのまま、えー、三条通りまっすぐ行って。 えー、三条橋を渡って、でその後ですねさらに、えー、こちらの四条の方に行ってですね、まあ、こちらの方にですねあの花見工事という通りがあります。で花見工事をずっと南に行った、えー、大体月たあたりにこのライカの京都店がありまして、まあ、そちらの方にですね、えー、行ってまあ、帰ってくると。 いうようよな感じの散歩道でだいいた散歩を2日間やってたんですけれどもそちらの方でいろいろ撮ってきましたであの。いわゆる観光地を取りに行くというよりは、まあ、少しその京都のです、ねえー、古い失われそうな、えー、観光地はねそんなにもう。あのー 自社仏閣はそうなんなになくならないわけなんですけれども結構古民家なんかなくなりやすいというかですね、えー、すぐなくなってしまいそうな風景ですのでまあそういったものをちょっと取りに行ってきましたということでちょっとですねさ、えー、作品を見ていきたいと思いますえー、っとですね 一つ一つ見ていきましょうかちょっとでも全部見ていくとなかなか大変なので少し代表的な感じで見ていこうかなと思いますねえー、っとまあこういうちょっとお店のすりガラス的なですねこれまた古いガラスなんでしょうね、えー、ちょっとこういうガラスを使ったお店がありましてでそのお店のガラス越しにですねちょっとこう人が、えー、もやっとですねなるところを撮ったりもしました あと、まあ、こういうのは個人的に好きでですね、えー、壁に、えー、草がこう、ね、伝ってこういうふうに覆ってるみたいな。あと、飲食店で面白かったのはですね、京野菜をこうやって、ね、展示しているお店の、えー、展示なんですけれども、えー、道端にこう、ちょうどまだ準備中のお店だったんですけども、こんな感じで、えー、出してました、まあ。リノベーションする際もですね、なんかこう、ちょっと窓ガラス、丸窓のところにですね、こういうちょっとチャーミングな 印をつけたりということもしていましたね。はい、で京都面白いのはそういう古い寺社仏閣だけではなくてこういうね明治期に作られたかなり当時としては最新の、えー、近代的な、えー、建物があったりします。でそこの中で、えー、美術展、えー、展示会をやってたり展覧会をやってたりするんですけどもこれが、まあ、そのうちの一つですね。えーまあ、こういうのも見てきたりしました。こんな、えー、展示があったりしました。これはあの科学の とアートっていうのをテーマにしていまして、まあ、そういう科学のですねいろんなロジックを使って作られたこう芸術作品なんかが展示されていましたまあ光もね非常に綺麗に入ってきてこれも本当に自然光の美しさですね、えー、こういった感じで内部も撮ってきましたで、えー、その日の夜になってこれはホテルからね、えー、見えるんですけれども、えー、うちまあ中庭のところ の向こうにですね地層という、まあ、老舗のお店があるんですけどもそちらの方の、えー、ちょっとこうね着物をこうパッと取ってきました。でまあこういうふうにですね京都っていうのはそのいわゆるこう古い本当に江戸時代とか、えー、もっと昔のですね、えー、室町だとかそういったところの時代の、まあ、ものもあればですね近代的なものもあると。 でそれがですね、まあ、移っていく、まあ、こういうのはね、古いこう京都の、えー、着物の文化ですけれども、そういったものの、ね、トランジションというのを見ていこうということで、えー、個人的にこういうですね、ちょっとガラクタというか、ですね、えー、こういったものをちょっと撮ってきました。で、街にあるこういう、まあ、少し黄色で非常に目立つんですけれども、こういう、まあ、電線を守るための、こういう黄色いものなんていうのも、ですねちょっと目についたり。 まあこのお店もですね古民家というにはちょっと多分新しいすぎるし、えー、それほど芸術的な価値があるわけでは当然ないんですけれども、まあ、ちょっとね古い昭和な京都、まあ、こういったものもね取り壊されてしまうんでしょうね、えー、難しいところです残しておけばきっといいんだと思いますでこういういねちょっとこう もともと多分建物があって見えなかったところでえこういったものをこう乱雑に置いてたんだと思いますけどねえ建物が取り壊されてここは見えてしまったりとかこれはかなり古い、えー、お寺のですね門なんですけどもね門も、えーまあ、誰も管理する人がいなくなって傷、まあ、まないようにっていう,こう、ね、ビニールシートがかぶされていたりとかこれ幼稚園ですね、えー、こういうちょっと古い、まあ、おもちゃが展示されてる えー、おもちゃ屋さんがあったりこれはあのあのー、カバン屋さんのですね店内に飾ってあった、えー、お花、えー、こういう風景ですねこのように「金温の街並み」ですねこう本当にきれいな色使いですねでそういったところにある、まあ、こういうちょっと近代的な要素みたいなものを、えー 捉えていきましたキャンディー屋さんですねでここからですね実はノーファインダーで少し、えー、取る、えー、ものをやってみますこれちょっと分かりづらいんですけどもね、えー、こういうちょっと近代的なというか電柱の前に、えー、こういう葉っぱがあるんですけどこの葉っぱっていうのは実は、えー まあ、新年ですね。えー、めでたい、この神社のですね、えー、で受け取る、まあ、これ何て言うんですかね、まあ、縁起物ですで。これをですね、受け取るために、まあ、ここにも見えてますけどですね、えー、すごいお店も出てですね、こんな感じでこう物を売ってたりしました。まあ、子供たちがですね、こういったものを買ってもらったりとか、えー、こういうものを売ってたりとかですね、恵比寿神社の、まあ、商売繁盛なんですかね、えー、こんな感じで、えー、巫女さんもいっぱいいて、 すごい賑わってましたね。皆さんお祈りをして,て。これ何なのかよく分かんないですけどね。こういうものをなんか拝んでましたね。で、これノーファインダーです。この辺りも。あんまりこう人がいっぱいいますし、なんか構えて撮るというよりは、え胸の辺りのレベルでピントの距離だけをですね、え合わせておいて、えー、少しあ、でも絞ってないですね、多分。絞りは、あでも5.6、あ、そこそこ絞ってますね。 なのである程度ですね、あのー、フォーカスを固定しながらですね被写界深度を少し取って、えー、撮影したという感じです、まあ、これはちゃんと、えーしぼあのー、ピント合わせてますけどねで基本的にはこういう進行と植物進行ですねで、えー、こういうのを普通の人がまた持ち帰ってそういうのを信仰しているとで近代的な建物の後ろに古い建物があったり でこういう本当にですねこういうい近代的なというかアーケード街の中に鳥居があるみたいなこういうちょっとですね面白い取り合わせっていうのに、まあ、着目して撮ってきましたでもう少しこうねロマンスなんて言ってこれどういう服なんでしょうね普通に着る服なんでしょうかこういうちょっと変わった服屋さん靴の修理専門店とか、えー、銀河新年でも取り扱ってるのはなんかちょっと何て言うかね ヤンキーっぽいっていうか、えー、ちょっとおしゃれな感じなんですけどもなんかねそういう、えー、マイルドヤンキー的なポール・スミスの店舗でもこういうちょっとね、えー、絵が飾られてあったり非常に文化的な香りがしますまあそんな感じで撮ってきましたで、えーまあ、これからその京都にもですね行くたびに少しこういった散歩で撮っていこうというふうに思っているんですけれども やっぱり普通の京都をとっても面白くないなというふうに思ってましてあのまあ昔の室町江戸時代ね戦国江戸みたいな非常に古い時代のものから明治期のそういうねちょっと近代的な建物それから昭和からまあそのねいわゆる今その非常にこう文化財とは言えないけれども あと20年ぐらいすると文化財という域に達していくようなそういう古い町並みでそれが今壊れつつあるわけなんですけどもそういったところをですねまああの徐々にこうトランジションしていくというところを映しつつですねでそのむしろ背景にある、まあ、今回でいうと恵比寿神社のですね信仰でその信仰はある種植物的なですねこうなんですかね 生命力に、まあやかるっていうね、えー、ことなんですけれどもそういうその生命の、まあ、植物の実は、えーこうね、生えていくことによって実はその江戸時代とか昭和とかに作られた建物がどんどん侵食されて崩されていくわけですよね。なので、まあ、人っていうのはですねそういう植物の生命力にあやかりながらもその生命力に時には立、えー、ってた建物とかを、えー、破壊されつつですね え手なずけつつ破壊されつつみたいな、まあ、そんな感じの、えー、お付き合いをしてるのかなということで、まあ今回のですね、えー、京都はそんな感じでスナップを取ってきました。またあの、えー、京都に行くときにはですね、ちょっと違う視点からいろいろ取っていきたいなというふうに思ってます。